本日はここ武蔵野村で小人を探したいと思います。シナケンチ B イエイ。武蔵野村に着きました。ここはですね、小さな子供と家族が一緒に楽しめるファミリー向けのレジャーランドでありまして、園内には22種類の子供向けアトラクションが揃っているんですよ。それと農業体験もできて、なんとここには動物もいるんですよね。武蔵野村は一人一人の夢が叶う魔法の国らしいので、ここに小人はきっといるに違いないんですよ。本日もね、まず聞き込み調査から始めていきたいと思います。すみません、小人いますか？はい、あります。あの動物あたりにいると思うんですけど。あ、さっきあそこの木にいました。どんぐらいの大きさのやつですか？100センチです。100センチ110センチです。110センチの小人ですか？はい。でかいですね。99センチです。99センチいいですか？うるさい。小人いました？あ、どこに？あ、さっき、うん、この木の後ろにいました。こっちですか。じゃあ探していきたいと思います。ふれあい牧場入り口、ここにいるって言ってましたよね。これ小人ですか。これ小人？声をかけたが無視されていた。羊がいました。早く撮れ撮れ撮れ。羊の餌やりを見て喜んでいた。いた、ウサギいた。ん？暑いのかな。ウサギさん暑いんだね。いっぱい寝てる。いっぱい寝てる。いっぱい寝てるよ、ほら。餌あげる日だよ。うん、うん、ちょっと、うん、うさぎが寝てるのは小人の仕業かもしれませんね。すごいじゃん。来た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 。いっぱいいっぱいあげてるね。しょえもあげた？なんかすごい小人がいそうな気がします。今日はね、小人を捕まえられそうな気がしますよ。それではまた再び探していきたいと思います。赤ちゃんウサギ。赤ちゃんいっぱいいる。赤ちゃんウサギですね。今日は小人がいました。終わったら手を洗いましょう。遊園地の方にいそうなので、そっちに行ってみることにします。皆さん見てくださいよ。これはもしかして、あ、ただのカブトムシでした。ここにも動物がいました。ここに小人がいるかもしれませんね。なんか怪しい空気がします。ちょっと待ってくれ。これはまさかベニキの小人ですかね。いっぱいいる、いっぱいいるよ。でも近くに行かないとわかんないな。もしかしたらあそこにいるかもしれませんね。今からそこに向かいたいと思います。
お化け屋敷に到着しました。ここにねいる気がするんですよ。というのもですね、ここで以前チケットをなくしたことがあって、きっとね小人の仕業だと思ってんですよ。ではお化け屋敷の中に入っていきたいと思います。大院鏡聡。まさかの漢字が読めなかった。もしかしたらここにね、小人が隠れているかもしれません。なんか足元にあるスイッチを押したら動きました。これはもしかしたら小人の仕業かもしれません。できそうな感じがします。出てきませんでした。出てきませんでした。はあ、小人が出てきそうです。これはまさしく小人の仕業でしょうか。はあ、すごいです。狭いです。すごい狭くなっております。え？急に止まった。恨み？怖いです。やばいです。なんか、地面動く。地面が動く。地面が動いてました。怖かったです。怖すぎて小人を探すのを忘れてしまいました。怖かった。怖いです。ジェットコースターが出発する音でした。びっくりしました。そろそろ帰ろか。我々は耳を疑った。お化け屋敷にも行ったし帰ろか。本当に帰ってしまうのか。思い出してほしい。彼は
小人を捕まえてみんなに夢を与えたいと言っていた。そんな彼が本当に帰ってしまうはずがない。もう一度聞いてみた。うん、帰ろう。小人探しはね、また今度にしたいと思います。そろそろね、日も暮れそうだし、帰りの道も混むしね、帰りましょう。